はぁ、ちべた。はぁ、ちべた。これ、いや、これがいいんですよ。保冷剤。保冷剤ね、冷やしたやつを頭の上に乗っけるとね、一気に涼しくなりますね。で、この状態で部屋で編集してます。ね、で結構バランス取りながら編集するんで、姿勢も良くなるみたいなね。どうも皆さん、こんにちは。刑事チャンネルです。というわけでですね、灼熱だね。暑いです。灼熱オブザイヤー受賞ですね、今年はね、なんていうところなんですけども、今日はですね、刑事チャンネルと話すべのコーナーとなっております。皆さんからいただいたコメントにお答えしていくという、そんな企画の動画となっております。ね。かれこれもう数年続けている企画なんですけれどもね。あ、気持ちいい。ごめん。多分ね、今日ね、合間合間これすっごい挟むと思う、この感じをね。こんなことしながら喋る可能性もあるんだけれども、皆さんはね、なんかぜひクーラーの効いた涼しいところでこの動画を見ていただければななんて思います。約50ほどのコメントに答えていこうかなと思っております。まあ、もちろん大幅にカットして、動画になってるのは20とかっていう可能性もありますけれども、可能な限りたくさん読みたいなと思っております。私と一緒にお話をしてね、少し距離を縮めてみませんか。では行ってみましょう。ハゲの進行具合について教えてください。進行するどころか、もうこうしてる間にもどんどん生えてきてます。はい、ズボン履いてください。ああ、はい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 、こういうネタですよね。その YouTuber って結構胸から上しか映ってないから、なんか下履いてないんでした実はとかっていうネタって結構ありふれてますよね。まあ正直な話、僕も5年ぐらい前、かなりその YouTube 始めたての頃に何回かこのネタをやった気がしますね。今更やってもこれ別に面白くないんですよね。もうちょっと申し訳ないんですけど、ごめんなさい。ちょっと申し訳ないです。あ、とりあえずちょっと履いてきますね。はい、すいません。任天堂の一部のゲームタイトルにありがちなアミーボ商法について、ケイジさんはどう思われますか？特にスカイウォードソード HD のような超便利機能をゲーム本編に最初からつけずにアミーボ必須の機能にするという商法についてどう思われたのか知りたいです。アミーボ商法ね。なんかさ、わかんないんだけど、〇〇商法って言ったら、何でもかんでも悪いことしてお金稼いごうとしてるみたいな感じの空気感になるから、ちょっと言い方は考えたりしないといけませんね。どう思うか、どう思うか、いや、別に特に何も思わないですね。まあ、必要なお金を払った分だけ、何かサービスとかがもらえる。ね、例えばこの場合だとアミーボがもらえて、さらにはゲーム内で何か得なことがある。まあ、お金を払うとゲーム内でいいことがある。っていうことって、まあ、近年、まあ、アミーボに限らずいろんなところでありますよね。で、まあ、これアミーボに限らず、結構いろんなところでさ、完全版商法って言われるものに対しても、なんかあまりいい印象を抱かない方々も結構いらっしゃるじゃないですか。で、基本的に私はそういったところになんかそういうのは思わないんだけれども、これってなんでそうなるのかなっていうところなんですが、多分ですね、こうお金を使うことの意味がちょっと違うのかななんていう気がしております。嫌だなって思う人って、そこに対してお金を使わされるって思ってるんじゃないですかね。このサービスを受けたければお金を払えっていう風に見えちゃっているわけですよね。で、僕の場合逆で、そこにいいサービスがあるからぜひお金を払いたいです。そのサービス受けるためにお金払いますっていうものなので、まあ、見方が多分違うんだと思います。お金を払わされるなって思うものにはお金を使わずに、自分がぜひともね、それさらってでもそのサービス受けたいっていうものだけ選んでね、購入とかしていけばいいんじゃないですか。ゲームに限った話ではないとは思うんですけれどもね。お金払うって本来ね、だからそういう意味では幸せなことなんだよね。そう、いいサービスがあって、それにぜひとも使いたい。一生懸命汗水垂らして稼いだお金、ね、本来であれば大事にしたいんだけれども、そこにいいサービスがあるからぜひ払いたいっていう、それって結構その幸せの連鎖がその先にあるような気がするんで、サービス受けて幸せ、サービス作った人もしっかり儲けが出て、社員たちがそれをさらにお金を手に入れて、その社員たちがそのお金をもとにまた別のサービスに何か払ったりって、そういう延々とこう幸せが連鎖していく、べきものであるはずだと思うので、まあ、逆に言うとなんか考え方変えるだけで、お金払わされてるっていう考え方ではなくて、すごくいいもんだから払いたいって思うだけで、一気に幸せにもなれるといえば、なれるような気はするんですけれどもね。まあもちろん考え方は人それぞれですので、まあ急にその考え方が変わるとも思いませんが、どこに目を向けるかによってね、楽しさは結構変わってくるんじゃないかななんていうちょっと関係ない話に脱線しちゃったような気がしております。ケイジさんは洋芸や洋画を楽しむとき、日本語吹き替えがある場合は字幕とどちらを好んで選びますか？私はね、ゲームの時は吹き替えで、洋画の時は、字幕の方が好きかもしれませんね。洋画の字幕っていうか、いや、英語とかを日本語に置き換えた時の、独特な言い回しみたいな感じになるじゃないですか。
あの雰囲気がちょっと好きでして、私は映画の場合は字幕ですかね。だからゲームの場合だとなんかさ、字幕を追っかけながらユーザーインターフェース見て攻撃してくる敵見てとかってさ、忙しくなりすぎて、あの結果会話が頭に入ってこないので、ゲームの時はあの吹き替えにしてますね。刑事さんの抜け毛の数が気になって9時間しか寝れません。ぜひ今後も気にしていただいてですね、9時間の睡眠を確保していただければと思いますね。あ、こんなとこに抜け毛が、抜け毛かと思ったらね、陰毛だった、ごめん。なんでこんなとこに。最近のゲーム業界では企業が以前よりも E3 などの発表会を重視しなくなってきているように感じます。発表会で期待の新作を出した方が盛り上がるし、タイミング的に完成していない作品でも鋭意制作中みたいなこと言うだけで効果はありそうなのに、完成したインディーズゲームばかり紹介している気がします。発表会で自信作を出すデメリットなんかがあるのでしょうか。刑事さんの意見を聞きたいです。完成したインディーばかりが目についているということは、おそらくですね、インディー会社の発表会をご覧になられているような気がしますけれどもね。たまたまそこをご覧になっていたのではないでしょうか。でもなんかおっしゃってることは、でも E3 で全部実現されてたように感じますけれどもね。例えばベセスダのところなんかはいろんなゲームの新しいのをバンバン出してきましたよね。スクエニもバビロンズフォールとかはまだちょっと時間かかりそうなのに思い切って出してきましたよね。鋭意制作中言うてね。まあでも言わんとしてることはわかりますけどね。ファイナルファンタジー7の新しいやつとか出してほしかったみたいな、そういうところなんだと思いますけれども、まあ必ずしもね、自分の好みに合ったものが発表されるわけではないと思います。発表されたものの中になんか気になるものとか楽しそうだなって思えるようなものを探す方がいいんじゃないですかね。FF が発表されない発表会は全部面白くないってなっちゃうじゃないですか。いや、それ FF って言ったのは別に例えばの話なんですけどね。刑事チャンネルさんなりのチャンネル登録の伸ばし方を教えてください。まあ懇願かな、懇願、うん、お願いします。どうかチャンネル登録をね、どうかお願いします。お願いします。どうかお願いします。どうか。友達との電話で千鳥の話になって、私が大悟さんって言ったら、大悟さんって大悟やろって言われたけど、親しくもない人のこと呼び捨てにできないんですが、なんか変ですかね。いや、全然変じゃないと思いますよ。僕の周りにも普通にさん付けにする人いますね。まあ、さん付けにしない人の方が多いかもしれませんけれども、で別に多分その人ももうね、さん付けでこの人は呼ぶ人だって分かってるから、次からはそんなに驚かれないと思いますよ。初めて聞いたからね、ちょっと最初戸惑っただけなんじゃないかなと思いますけど。年を重ねるにつれ、ゲームに対しての情熱、やる気が衰えてくるものだと思うのですが、刑事さん流のモチベーション維持法があったら教えてください。昔みたいに寝食忘れるくらい熱中したいです。あー、でもなんか年取ったら確かになんかゲーム続かなくなるってよく言いますよね。別に僕もなんかモチベーションを上げるために何かしてるっていうのはなくて、なんか普通になんか、あ、やりたいな、やろうぐらいの感じなので、まあモチベーションが上がらなかったら無理にやらなくてもいいんじゃないですかね。ほら、楽しくないのにやるのって余計なんか嫌いになっちゃいそうな気しませんか、ね、いや本当にやりたくなった時にちょろっとやってみるみたいなね。やり始めたらガツッとハマるようであれば、まだまだやれるんじゃないかななんて気はしますけどね。ディレクターズカットがフルプライスで販売されることにいまいち納得できません。ちょっと追加されただけで大半はやってるので、フルプライスで買うのはもったいなく感じてしまいます。そもそもディレクターズカットって何なんって思ってしまいます。あー、これもちょっとさっきのやつと似たような感じですかね。ちなみにはどの作品のことを指しているのかわかんないんですけども、ほとんどの場合が追加コンテンツだけプラスするアップグレードって多分あると思うので、もうすでにオリジナル版を遊んでいる場合であれば、なんか心配いらないんじゃないかなと思います。ごく稀になんか遊べないのもあるけどね。ドラクエ11がその違う機種で出て追加分だけ持ってこれないんだったっけ。まあ中にはそういうのもありますけど、でも稀だと思いますよね。あっつー、ごめん、ちょっとご飯食べてきた。動画の最中にご飯休憩挟むやつめったにないと思うんだけどね。じゃあ続きまして読んでいきましょうか。ゴリラのモノマネしながらカイジのモノマネしてください。どうしてだ、どうしてだよ、どうしてだよ、僕は嫌なんかじゃない。何でもそうですが、来年発売とかやめてほしいです。待つのが辛いです。今待ってるのはエルデンリングですが、長いです。
もし何の情報もなく明日発売って宣伝されたら、もう今日は眠れないぐらいワクワクします。ケイジさんはやっぱり待ってでも早く情報が知りたいですか？待ってでも情報が欲しいとかっていうちょっと考えとはなんか違うんだけど、別に情報があるなら全然情報知りたいなと思ってる。別に情報を知ろうが知るまいが発売される時期はそんな変わらないので、前もって情報をいろいろ集めたりすることによって自分にとって合うゲームとか、なんか遊んでみたいゲームとか そうでないゲームとかって見極めるに十分な時間があったりしますよね。でもあれじゃない、来年発売で待ちきれないっていうよりは今発売するものを今は楽しんでね、で来月や再来月に発売されるものを楽しみにしながら、そして来月や再来月になったらその時に出るものを買って楽しんで、そしてまた新しい情報がまた遠くにあって、そういうサイクルで今の楽しみと先の楽しみって分けて考えればね、なんかそんなに別になんか苦じゃないんじゃないかなとは思いますけどね。パチスロ面白客を語ってもらいたいです。いや俺だよ、面白客は俺だよ。もう大体変なことしてんだから俺さ。やっぱりその面白行動の最たるはやっぱり台に一礼していく、あとは台を撫でたりもするね。もう打っててさ出ないなと思ったらさ、台の機嫌を損ねないためにこう撫でたりする。パーってあの光るところとかね、パパパパこうね。もちろんそれじゃ出ないよ。俺が何万円もお金入れてやっとボーナス来たと思ったら単発ね、隣に座ったおばあちゃんね、お座り一発、おスイッチ7連、まあそれが続いてますよね。まあね、もうこんな立派なチャンネルになったんだから、そろそろグッズの一つや二つ作っちゃってもいいんじゃない。誰がおじさんのグッズ欲しいのよ。誰が欲しいのね、俺の顔がプリントされたマグカップ誰が買うんですか、誰が買うんですか。それで誰か何朝何ホットココアとか入れて誰が飲むんですか。飲まないっすよね、絶対作らない。ケイジさんは趣味で YouTube をされているそうですが、近年チャンネルが大きくなってきて事務所にも所属されているかと思います。そんな中でケイジさんは本業のお仕事をされていると思いますが、お仕事を辞めたくなることはありますか。仕事を辞めたくなるか、仕事は別に辞めたくはならないというか、そんなに仕事みんな辞めたい。いや仕事辞めたらなつまんなくない、ね、ずっとのんびりしてていいよとか言われてさ、あやったラッキーって最初は思うかもしれないけどさ、家でゴロゴロしてさ、もうそれ1週間もしたら退屈だなっつってなんかやること探すわけじゃない、ね、だからずっと遊んでもいられないわけでしょ。遊んでばっかりいたらなんかね、なんだろう、焦り感みたいなの出てこない、こんなんでいいのかな自分みたいな感じになってくると思うので、結局仕事なんかしたくなるとは思うんだよね。仕事じゃなかったとしても何かしらの活動したくなると思うんだよね。そんな感じです。仕事を辞めたいって思うこと自体がそんなないかなっていう気がしますね。彼女できた、おめでとうございます。100英雄伝の進捗知りたいです。あもしもし、あはい、ええ、いやあれ例の件どうなってるかなと思いまして、例の件ですよ、はいはい、あいや例の件っていうのはその18時からの90分で予約してた私刑事チャンネルなんですけど、あはいその件です、はい、あのオプションつけようかなと思ってたんですけど、オプションをとりあえずズボンを履いてほしい。いや何回やるのこれ、何回もこのくだりやるのね、何回やってもこのくだりは面白い。今日、まあ、このために俺わざわざあれだからパンティーパンティーしてないパンツ履いてるからね。パンティーパンティーしてないパンツって何。ここ4年くらいほぼ毎日見ております。いつも楽しい動画ありがとうございます。随分以前から動画出されてますが、投稿初期の動画を自分でご覧になった時にどんなことを思いますか。自分はここ1年で仕事の YouTube チャンネル始めましたが、最初の頃の動画は自分で見るのも恥ずかしいです。削除して撮り直したいなと思いますが、これはこれで記念に残しておこうかなとも思います。あー僕はね、昔の動画とか見てもね楽しい自分。なんなん、自分で自分の作ったもの楽しいとか言ってるのもね、ちょっと頭おかしいんじゃないかこいつって思うかもしれませんけど、面白くないなと思うものもなんかにはあるのかもしれないんですけれども、適度にこういううぬぼれがあった方がね何事も続くのかもしれないですよね。はい、毎日楽しく拝見しております。おそらく女の子がとっても好きな刑事チャンネルさんに質問です。女の子に言われたい言葉ベスト3教えてください。第3位大きい、第2位硬い、第1位黒い。皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。シュピーン。ここの効果音が決まった経緯は、これ大喜利だろ、これ大喜利だろ。令和発表のノリで、いつも楽しく動画見させてもらってます。ケイジさんの人生考え方に影響を与えたゲームってありますか。もしあったら教えてください。考え方に影響を与えたゲームは多分ないと思います。なんかゲーム、このゲームやったからこういう考え方になりましたっていうのは多分ないと思いますね。なんかそういう影響を受けるのっておそらくなんか実際にあって
って一緒に何かをしてきたような人たち、周りの人たちからの影響っていうことの方が強いかなとは思いますね。あとはなんか本読んだりなんだりとかそういうところからの影響はあると思います。ゲームでなんか変わったってことは多分ないと思います。だけどね、あれならあるかも。アニメからなら影響はあるかも。風の谷のナウシカ、あれ見た後ね、虫殺さなくなったもんね、しばらく。いや、しばらくっていうか俺今も虫は殺さないと思います。あれだから偉大だったんじゃないかなね。僕の人生で一番最初に初めて命について考えさせてくれたのが多分ナウシカなんじゃないかなって思ってます。10秒間この世の何者にも負けないテンションで謝罪してください。まだズボン履いてなくて今ってん、ごめんごめん、10秒間でしょ。10秒間やろうと思ったんだけど結構な今夜中なんで、その近所迷惑のこと考えた時にできなかった。家庭内でコロナワクチンを打つか打たないかで意見が真っ二つに割れています。家族内でも感染リスクを最小にするために全員に打ってほしいのに根拠のないリスクばかり主張して、そもそも根拠がないので理論的に反論できない。話にならなくて途方に暮れてます。どうしたらよいでしょうか。どうしたら、どうすることもできないんじゃないでしょうかね。例えばその逆で考えてみたときに、ワクチンは打った方がいいっていうその考えが覆るとしたら、何をされたらそうなりますね。ないよね。自分のこれだっていう意見って多分覆らないと思うんだよね。で、その相手方も多分これだっていう意見を持ってる。で、自分にとってはその真反対かもしれないけど。それを覆そうとすること自体が多分、まあ、無理に近いんじゃないかなと思いますので、多分そういう場合ってね、こうこれこれこういう理由でこんなに正しいんだよってね、正しいってね、わっしょいわっしょいってやればやるほどね、距離は深まるばかりです。まあ、かといってね、何も打てる手立てがないのも嫌ですよね。まあ、なんだろう、その意見の押し付け合いではなくて、お互いに意見が違うし、それぞれ違う行動を取るんだけれども、その上で、じゃあこの家族として、そのコロナと戦っていく上でどうしたらいいだろうかっていうのをしっかりと話し合ってみるのがいいんじゃないかな。今、そしたらそれぞれのね、できることっていうのがさらにまた見つかってくるかもわからないですし、見つかってこないかもわからないですし、なんとも言えませんけれども。以前北海道旅行に行った時、歩道通行時やたらと人とぶつかった記憶があります。北海道特有のものなんでしょうか。北海道の人は人にぶつかるかって言われると、別に全然そんなことないですね。普通に歩いてても、地下鉄でもすごい人が混んでるようなところとかでも別にぶつかることはないですね。やたらと人にぶつかった、なんででしょうかね。観光で旅行で来てた、なるほど、ここにヒントがありそうですね。こう観光ガイドブックを読んだり、あっちこっちこうやってどこだろうって迷いながら歩いてた、前を見て歩いていなかったからぶつかったのではないでしょうか。まあ、あくまでも可能性の問題ですけどね。はい。最近うちの犬がお出迎えをしてくれなくなりました。おそらく序列の最後尾になった。私めに慰めの言葉を賜りたい。チュール食べる、全力でティファのモノマネしてください。クラウド見てこれ、私今カクテル作ってるから、クラウドいい加減にして、本当いい加減にして。何がカクテル作ってるじゃねえんだよバカ野郎、お前セブンスヘブンじゃねえんだよ。気づいたら動画ばかり見てしまいます。やめるにはどうしたらいいでしょうか。スマホを叩き割ったらいいんじゃないですかね。 YouTube をやっていなかったらどんな人生になっていたと思いますか。多分ね、 YouTube をやってない人生になってたんじゃないかなって思います。さあ、というわけで皆様からのコメント読ませていただきました。だいぶカットしてると思います。一発ギャグお願いしますみたいなやつ一応トライしたんだけど、なんかびっくりするぐらい一人で滑ってる感じガンガンにあったから、もう全カットしました。まあ、何はともあれコメントいただきました皆さんに、改めましてコメントサンキュー。ではまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。